では副業兼業のメリットと留意点についてご説明していきたいと思いますメリットとは何なのかと、まあ、大きく四つ挙げてみました、えー、労働者の方がですね社内では得られない知識やスキルを獲得すると副業先とか兼業先でパワーアップしてくるということですね二、えー、つ目は労働者の自立性自主性を促すことができるよと三、えー、つ目として優秀な人材の獲得や流出の防止ができて競争力が向上すると 兼業業や副業したい人っていうのは増えてるわけですねなので兼業副業を認めるということによってそういうのを認めてくれるんなら私そこで働きますよということでそういうでやる気あふれる優秀な人たちを確保しやすいまた出ていくことを 控えていいいただききやすいとという効果が期待できるとそれから4つ目は労働者が社外から新たな知識や情報や人脈を入れることで事業機会の拡大になると、まあ、兼業・副業先の方とのコネクションでですね新たな,なんかビジネスが生まれたりとそういうこともありうるんじゃないかということで兼業・副業を認めることは、まあ、会社にとってもメリットがありますよというお話でした。ただももちろん留意点もあります 兼業副業副を認めることによってまずはですねやはり労働者の方が別のところでも働くわけですからあの長時間労働になるんじゃないかと、まあ、そこら辺が心配なわけですねしたがって就業時間の把握管理をちゃんとして長時間労働にならないように健康管理をしなくてはならないと、まあ、そういう対応が一つ留意点としてあります。 それから労働者の方に兼業副業を認めるときの会社側の留意点としては職務専念義務秘密保持義務協業費支義務などの労働者の方に課されている義務を兼業副業しても守ってもらえるように対応するということが必要になります、まあ、具体的には就業規則にいろいろ書きましょうということになるんですが、まあ、こういう手当が必要になってまいりますこれが留意点となります